作ってもらいたくなる簡単レシピご紹介。ココスキッチン。おはようございます。ココちゃんです。あれ？ココスキッチンのスタジオは？あ、今日はロケだった。てへへの。ココちゃん、こっちですよ。カムムさん、カムムさんも来てたんだ。いつも見てますよ。頑張ります。頑張です。今日のココスキッチンはスイカです。ただ三角にカットされただけのスイカです。何の工夫もありません。ちょっとだけお塩をパラパラーとすると甘くなりますが、ハムちゃんにお塩は禁止です。お次はココちゃんの大好きなコーンです。皆さんにおケツを向けて失礼しました。おケツじゃなくて抱き殻だね。旬のコーンは美味しいですよね。旬のコーンがない時は缶詰ですが、食塩無添加のものを買ってきてもらってます。ココちゃん、撮影していることを忘れて一粒のコーンを味わって食べてしまったので、この後早送りします。ごちそうさまでした。おいしかった。今ココちゃんが食べていたものはてれっこ豆腐です。ママちゃんが砕いたてれっことお豆腐を混ぜて食べやすくしてくれてます。ハムちゃんは歯が伸び続ける生き物さんなので、テレットなど硬いものを噛んだり食べたりした方がいいのですが、おばあちゃんになってくると歯も弱ってくるので、ママちゃんが介護食に切り替えてくれます。おかわり、マーガ？マーガですか？
の撮影いたってこと。すっかり忘れてました。明日からスタジオからお届けします。お楽しみにね。